皆さん、おはこんばんにちは、アボットです。おはこんばんにちは、ノリスケです。いや、大ちゃんでしょ、本当は。まあな、そういうことなんだわ、要は。要はそういうことなんだわ。はいはい、今ね、僕、西川口デッドボールにいますよ。3ヶ月ぐらい、うん、よろしくです。懐かしい。この空気懐かしいです、とっても。で、2年間いなかったわけでしょ、うん、そう、匂い感じる。最近やたら深夜問わず、うん、朝っぱらから LINE くれるけど、うん、まあ、その親友だからね。でも内容がピンサロ行ってきますとか知らないよね。いや、そこはね、ピンサロ行くとか報告、親友には報告するのがルールでしょ。大塚に住みたいとか勝手に住んでくれって。大塚行ったら毎日行けるぞ、ピンサロ。でも毎日行きたいんだ俺は。でも、うん、起きれないでしょ、通えないじゃん、あの仕事に。大変だけど、うん、でもそれぐらい大塚魅力的。一緒に行こうぜ。やだよ。なんで。私女だもん。ありがたき、うん、イベントは西川口は初めてかもしれないけど、うぐいすなに池袋は経験してるもん ね。西川口は初めてだから、うん、ドキドキしてる。大ちゃんといえばね、親友で毎回毎回休みだと LINE 送ってくるけど、夜中に送るのやめてほしいよね。ピンコーンして、ピンコーンして、ピンコーンして。でもアボットは待機場に住んでるから、うん、他の子もいるわけですよ。そうだったんだ、マナーモードにしといて。ピンサロ行ってきますか。いや、一応それは知っときたいでしょ、親友として。知りたくないよ。大ちゃんの休みの日ってピンサロ行くか、うん、あとは何してんの。オナニーするか。なんだろう、金玉触ってるか。違う玉は触ってないの。違う玉、どんな玉だそれ。ギャンブルとかさ。まあ嫌いじゃないよ。だからパチンコの玉のこと考えるぐらいだったら、うん、もうずっと金玉のこと考えてる。僕はもう中学2年ぐらいから、まあ大概金玉のことばっか考えてた。考えてた？金玉のこと。考えないよね。え、大ちゃんは最初からデッドボール入社しようと思って来たの？そう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 。中学の卒業文集、将来の夢、あのデッドボールって書いたんだもん。でも神のお告げがあるから。神のお告げ。夢で見たの。デッドボールの。うん。ね、スタッフになりなさいと。スタッフになりなさいと。わかりました。いや、僕ね、やっぱデッドボール大好きなんで、もう大ファンなんで、デッドボール以外ではちょっと働けないなって戻ってきた。ツイッターもね、デルヘドおじさんでやってるから。そうなの。西川口デッドボール、うん、ノリスケ探してもらえば出てきますよ。出てくるけど、ね、見たことあるけど、うん、全く西川口のことに触れてないよね。全く触れてない。チンコのことか、そうそうそう、ポコチンの話とか、デッドボール、うん、あるこういう女性がいますとか、うん、こんな珍事件がありましたとか、うん、ないわけ。ノリスケっていうのを分かってくださいって。どういう人となりしてるか。この人はポコチンの話をする、ね、オナニーがどうだとか、そういう話が大好きな人だなっていう。デッドボール、いろんなスタッフ、お笑い芸人、芸人とか、うん、面白いスタッフいるけど、こんなね、キャラの濃いアボットさんね、対抗するんだったら、そう、おかしなおじさんを演じなきゃいけない。そういうこと、演じてます。皆さんにね、もう少しでも楽しんでもらおうと思って。オナニーをしないとこういういいことがありますよとか、そういう役に立つことも情報発信してますから。フォロワーいないですよ、女性の。かわいそうだなと思って私フォローしましたけど、うん、たまにはさ、しないの、うん、自分のところのお店の宣伝とか。西川口デッドボール6周年、ねえ、まあ、10日に1回ぐらいはしますよ。10日に1回ぐらいはポコチンイベント。ポコチンポコチンポコチン、そう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 、ピタゴラスイッチ方式だもん。ね、ポコチンポコチン、ずーっと言って最後にイベント。ツイッターやってるお客様、デッドボールファンの方、ね、フォローしてあげてください。ありがとうございます。かわいそうなんで、ね、ありがとうございます。フォロワー制いくついるか、うん、一応そのスターだっていう自覚はあるの。あるある。あるんかい。あるんかい。あるだってスターだから呼ばれたんじゃないの。助かってます、さすがスター。セーラー服とか貸してあげるから、セーラー服大ちゃんやってよ。こういう人がいたら予想したよね。したなぁ、大根でメジャー価格で。そう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 、アナル無料な。アボちゃん本当にね、本当にありがとう。アボちゃんのね、姿見るだけで元気になるよ。アボちゃんのおかげで頑張れてる。
本当ありがとう。本当に思ってる。思ってる。あぼちゃんという。大ちゃんの笑顔うさんくさいんだよね。私は一緒に働いた同士だから。本当にありがとう。はい、でもあぼちゃんいつもねマシンガントークかましてきてたけど。8割何言ってか分かんなかった。それを BGM 代わりに仕事してたよね。今は ある程度言葉も覚えてきた。きっと覚えてる、うん、きっと覚えてる。それはよかった。、はい、皆さんもこのアボちゃんの姿で癒されてください。